何これ、これはあの巨人のエーテル、こんな風に見えるなんて。だね、飛蚊症みたいに飛蚊症みたいに感じなくない？おっそすチェインドエコーズ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ結構ラストが近づいてきてるんじゃないでしょうか。一応メインクエスト的にはこれやね。時代の終わり、フレデリックはタリンをも破壊する気だ、紅の翼は彼との最終決着の時が近いと確信したっていうことなんですけど、フレデリックは自害なされました。多分死んだと思うんですが、これは一旦この状態で下に、いや違うな、あどうやって、あベーンを倒すって、あベーンの巨人を倒すっていうことで、あこっからもうじゃあ飛行艇乗って飛び立つんかな。え、あの弟がとりあえず自害を多分したっぽいんですけど、あスキルのところももういよいよいけるぞ。どれにしよう、この辺とりあえずゲットしといてたら次の一番下のやついよいよいけるけど、こっからまたスキルが1ポイントいるから一旦こっちやね。ドラゴンファング、ちょっと前回ボスでさ複数回攻撃しないとなんか鏡のやつをぶち壊すことができないみたいな状況もあったからさ、複数回攻撃だったり全体攻撃できるやつをちょっともしかしたら用意しとかんとあかんかもしれない疑惑が出てきたんですが、大丈夫でしょうか。あーもっとステータス上げていくべきなんでしょうか。ステータス優先で今のところなんとかなっとるからええけどさ。 OK いい感じかい。ステータスガチガチに上げてるね、もうみんなポイント貯めといた方がいいのかな。トム家だけ相変わらず全然缶詰食ってないからポイント余りまくっとるけどさ、こんな感じでいいかい。たまにはトム家もポイント使ってやってな。これでじゃあ飛行艇でいいのかな。いる、ちょっと夕焼けチックになってますが行っていいのかい。ダイヤウェポン的な感じでおるけど行けんのか。なんだよベンのやつ、あの魔物の群れがあの巨人を守ってるってわけ。魔物の群れ大丈夫だ、まだこちらにはグリモワールの守りがある。みんなが頑張ってくれてるんだ、俺たちも一緒にバランディスを守るぞ。いける、巨大な魔物が近づいてくる、気をつけろ。シシシシ、わなんじゃこいつ、ででかいよ。いやスカイアーマーよりちょいでかぐらいやろ、俺たちなら超えられる、みんなやるぞ。おい、いきなりのボス、守護者とクリスタルが連携、なんかいっぱい、何が治癒スキル、魔術スキル、物理スキルとはてな、何がや、なんかわからんけどある程度全部潰していけっていう感じ。一応ダメージは全体に通るね。どれから行こう。本体の方がええのかな。本体にとりあえず毒塗っとく。でやめて、あらやばそうね。でも回復はとりあえず入れとかなきゃね。風に弱い、闇に弱い、どいつから潰していくべき。あ
回復クリスタルってあるな。いや、いっそのこと、いや、回復からか潰すなら、ググン、いきなり難易度高い系のボスじゃないのこいつ。レベル2にしてダークが効くのよね。おいからのお前、ハン、やめて、ハン2回攻撃、あいつの2回攻撃がでもあれやな、ああいう感じで来てくれるなら大したことないんじゃないの。ワイルドスラッシュでまずは回復を、もうこれ潰せるからでしゃばらんでいいな。いや、一旦この状態で、いや潰れてねえ、ミリ残ってる。これはいや沈黙難攻塗っといて、物理界暗闇にしといてよかったわい。これででも全体攻撃で、おい、 OK、 一体やったぞ。回復がこれ壊れたからだいぶでかいやろ。なので防御ブレイク、いや攻撃ブレイクだ。で暗闇なんかも塗りたいけどちょっといろいろないから一旦防御して我慢しといて。クリスタルガーデンは何もしてこない、何もしてこないってなんだい。お急ぎからの、毒はまだ相手入っとるから一ターンの間敵全体に、いやそんなことよりも潰すべきか。ライトショットで壊れたクリスタルってなんなんやろな。魔術メタル、壊れたクリスタルから行ってみるか。何なんかがちょっと気になるんだけど、防御、何もしてこないって何やあれ。あ、なんか回復しとるっぽいな。そうなるとどうしよう、ビクターさん上げて、攻撃ブレイク魔力ブレイクは入ってるから一旦お前の防御も潰しとくからの、お前が壊れたクリスタルじゃなくていいんかな、魔術クリスタルから狙っていったのか。シエナさんは一旦ちょっとお休みしといてもろて、グレンさんは本気出してもろて、やめい、通常攻撃ばっかでもしてくるようになったな。これはいい兆候なのか。一旦お休みして回復しつつ、お前狙いつつ、ああそれなに、なんか嫌なやってきよったな。前は魔術で、シエナさんも前はでもダークショットやないいよ。でクレンさん一旦お休みして防御しとこう。それ何の攻撃よ。いやオーバーヒートやばい、なんでここに来てそれ2回連続、いや全員死んだめっちゃ調子良かったのに何それ、すげえやる気なくなった、最低、お前最低。おい最初楽しかったのに急に変な攻撃ばっかしてきやがって、なんじゃそら、やる気あんのかバカだれ、やったるからな。ってなるとダークショットでまずはだから回復クリスタルからっていうのは合ってるよな。
その次にでもメタルクリスタルが邪魔やったよな。こいつが、こいつにドック入れといたのか。入んのか知らんけど入った。それ何よ、どれ殴るかによってもしかしてなんか変わってんのか。何殴るか次第。俺が攻撃をすることによって相手の攻撃パターンが変わったりとか。そうなるとでも、いや、んなことないよな。なでい、ダークショットでまず回復を潰すぐらいなら一ターンの間全体に毒。ああ、なんかでもやっぱ後ろのあいつら次第っぽいよな。一旦ここはお休み早めにしといて、あれ殴っといて、ビクターさんは回復でいいよね。でお前の毒軟膏もあいつに入れたから、他のやつにもちょっと順に入れといてやろう。で何もしてこないっていうあれがちょっと気になるのよな。でも全体攻撃でもう緑はいける。これで治癒スキルがなんかあいつらなくなったっぽいな。物理スキルと魔術スキル、それが何なのか。それそれそれ、それが強いの、それ強いの。だからあいつのあれをまず潰してやらなあかんよね絶対。ああ、言っとく、防御ブレイク攻撃してくるのはでもあいつなんやもんな。うん、からのシエナさん、ちょっといろいろなくなっているから一旦こうしといて、グレンは MP まだあるから、毒もまだ入ってるから普通に殴る。合ってんのよなこれで。物理系ばっか急にこうすると殴ってくる。お急ぎ修理からの一旦おやすみ。お前はガチキ、何もしてこないっていうあれめっちゃなんか気になるわ。大丈夫か、行くポン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 で、一旦普通殴り。前はもうでもこれでやっちまいな。よし、さっきよりはいい感じ。こっからどうなるかやな。一旦防御 C のレベル上げの物理スキルだけ残しといていいんかな。いや魔術スキルやったわあいつ。じゃああっちから狙う。待ってる、防御、せっかく防御してるから防御してるやつ狙ってよね。でお急ぎ、いやここは一旦お休みの魔術狙いのお前で回復しのダークショットを入れん。いいよね、いけてるよね。ふん、いいよ。オーバーヒートはなんとかせんようにいけてるから、さっきよりは全然いい感じやろがい。
て。怖いな、この辺から。ここは無難に開封区。シーナさんはお休みしの、グレンも TP がないからお休みしの。やめやめやめ。バトラスちゃんはギア上げて、ビクターはお休みしの。大丈夫かな、あれを殴った瞬間変なこと起こらんやろな。おい、一気に畳みかけていきたいんだが、その何もしてこないっていうのがすげえ気になるんだけど、残り1個になった瞬間に変なこと起こったりせえへんやろな。おい、さあ魔術スキルもなくなって、そうなの毒。おい、あれだけ残した状態でやったらなんかなるとかもなしやぞ。攻撃力ブレイク、レベル2。お前は風に弱いんねんな。あれ壊すべきなの。蜂の巣アタック、普通に殴ってくるだけやな。めっちゃ怖、毒入ってるし。暗闇、ああ2回攻撃なんて大したことねえわ。いけてるよ。ウィンドショットからの上げの防御ブレイク。え、まだまだ蜂の巣ショットからの、一旦休んどいた方がいい。一旦 TP 回復から、普通の攻撃しかしてこなくなったな。でもな、この感じでいけるのか。TP 回復しといて、前も回復しといて、前は今何いろいろ塗ってるけど、無気力とか入れた方がいいのかい。毒をまた延長できるように頑張る。はオーバーヒートしだして、その何もしてこないがめっちゃ気になるのよ。行く。おい、あれ、なんてことなかった。何もしてこない、ありがとう。はビクトリー。そろそろだグレン、グリマールを使え。お、行くのかい。この石を使うのも3度目だ。もう迷いはない。あは、あら、そうなるとでも海の中に生きてる魚たちはどうなるんですか。そこら辺の気持ち考えてますか、グレンさん。エッチな気持ちばっかり考えてるから大丈夫かい。やった、バランディオスは救われたのか。大丈夫グレン、この力は。あ、愚か者ども、さては導きは。そらされき、我らの目的は罪人を裁くことであった。しかしもはやバランディスの育成は定まりにけり。カタカナじゃなくなった急にひらがなになってた。見ろあれは。そんな、うん、おうおうおう、あれはでかい火の玉のご登場ね。あれもベーンが呼び寄せたの。これまで炎の素体を呼び寄せザリシは人間への慈悲の念がゆえ、しかし人間は徒党を組んで罪を犯し始めた。我らはこれを叱るべくして裁くべきし、今こそバランディスに判決を下すべし。俺たちが諦めると思ってるのか。
俺たちにはお前を倒す武器があるんだ、見てろ。何これ、これはあの巨人のエーテル、こんな風に見えるなんて。だね、飛蚊症みたいに飛蚊症みたいに感じなくない？はあ、それを取り込んでいく。グリモワールが巨人のエーテルを吸収してるぞ。お前の計画もこれで最後。あれ、計画？さても、人間は何者かに何らねば滅びる生物。人とは小さき者、一人先を進む者がいれば誰もが自らも顧みずその後をついていく。しかし人の身をもって人を導くなどおこがましい。教会を見よ、彼の者どもは誤った欲望に落ちた。しかし正しい導きさえあれば人を誤らせずとも済む。つまり何？あんたなら完璧なリーダーになれると言いたいわけ？哀れ、リーダーと。完璧なリーダーなのというものが存在できる世界がどこにあると。教会は人の命を救うことが使命なり、すなわち病の治療法を見つけ、飢餓を世界から、捨てつることなり、きつることなり。ならば、あらゆる人間が尊い存在に他ならぬ。だが他の者どもは完璧な、良い、善たり得るか。もう分かりやすく喋れ、お前。我らは数世紀ごとに世界を無に返す。人間をこの惑星の地表から滅却す。しかし故に我らは憎べき悪なのか。うん、そうやな。喋りが下手くそやな、お前らな。人に伝えるっていう、ことを多分知らんやな、お前らな。人は我らを偽りの神と呼ぶ。代わりに人は教会を救い主の宿り木として、何いる、お前ら。それかっこよく言おうと思って、ちょっとわけわからなくなってんね、お前ら。しかし世界はそれほど単純ではない。我らは人間を愛している。我らのなすことをすべて人間への慈愛あってこそのこと。もう最近覚えたての言葉ばっかり使ってんのか、お前らは。あ、神様ごっこはもう終わりだ。誰や？ん？誰？あいつらは自分語りに酔ってるだけ。うん、わかる。それわかる、めっちゃ。そのうち喋ることもなくなるさ。ほんまに？ワン。誰や？お前は？俺はお前たちを最後の戦いに招待する使者ってとこかな。グラングリモワールは十分に育った。ベーンの得る次元への鍵もお前たちの手にある。ガウェイン教が扉の前で待ってるぜ。ガウェインは俺たちに決着をつけさせようと思ってるのか？自分では何もしないつもりかよ。何もしないわけじゃないぜ。むしろもうしてるんだ。空をよく見よ。ああ、ガウェイン教がいなければ今頃巨大な火の玉がバランディスを粉砕していた頃だったろう。あの人は残りの命を削って被害を止めているんだ。マジ？だがこのままではバランディスの命も棒読み。秒読みでした。棒読みじゃなかった。キコは誰なんだ？素顔見せなよ。もちろんだ。誰？あれ？なんな。顔なし。俺の体はもうここにはない。だがこの鎧の力でお前たちに会いに来れたんだ。だから誰やねん。素顔見せよって言われてお前見せてんやんけ。待てよ、この声。鈍いな。ようやく気づいてくれたか。誰？キリア。え？キリアなの？どうしてこんな。え？どうした？俺のことより今は重要な仕事があるだろう。ガウェイン教と一緒に扉の前でお前たちを待ってるぜ。キリアはグラングリモワール使おうとして悩んでる最中に撃ち抜かれて、そのままグラングリモワール持って海に落ちていって、すげえダサい最後を迎えて、で、画面に助け持ってもらって今この状況ってこと？ダサ、お前。扉はこの大陸の中心、かつての魔術都市ニーザの心臓部にある。人形使いにもてあそばれるのはもうこりおりだろ。ベイに一発かましてやろうぜ。キリア、ダサいのにめっちゃ生きてるやん。偽りの神様はまだ変わらず手のひらで私たちを転がしている。私たち今動けなかなきゃいけないんだわ。え、帰ってきた。のんびり。みんな、これが最後の戦いだ。ベインを倒して燃え盛るあの空も元に戻すぞ。そうすれば死に怯える必要のない時代が、バランティスの真の平和。悪いけど夢物語に浸るのはまだ早いんじゃない。空の上でいつまでも火の玉がゴロゴロいってるようじゃゆっくり昼寝もできそうにないわ。そうだな、正念場はこっからなんだよな。マデリンのところへ行こう。人材の扉を開いてくれるはず。マデリン。そうだな。みんな十二分に準備を整えておくとしよう。
グレンドロン。フレデリック王は崩御し、タリンは統治すべき主権者のない状態。タリンの残留兵たちの心がどこにあるかは私にも測りかねます。とはいえ理屈をこねて仲間へと引き入られるのは期待しない方がいいでしょう。そうだな、ファラン、ありがとう。おお、いよいよじゃあラストバトル、あとは控えるのみっていう感じかい。どうしたんだよ、ろうそくに。グレン、気分で悪いのか。うん、そんなことない。やめろよそういうの。レニーはいつも自分だけで何とかしようとするじゃんか。いつもかな。そうだよ。昔の話しようとしてる？まだ受け止めきれてないの？自分の中のもっと深いところまで掘っていったら一体何があるんだろうって。王家にはご先祖様がたくさんいる。私の最初の人生だってきっと数千年前まで遡る。オーメンの力がエルドレアを踏み荒らしていた。でもそれからベーンがオーメンを封印した。あの光景はまるで悪夢の中にいるみたい。数えきれないぐらいの年月ずっと夢を見てきた。美しい夢も思い出したくない夢も、それが全部私の中にある。夢の中で私が愛した人、嫌いだった人、みんなもうここにはいない。数多くの人が生まれ死んでいったんだわ。そして今ここには私がいる。先人たちの記憶を今度は私が次へとつないでいかなきゃいけないの。教会は私を聖母なんて呼んで、レオナールのメイデンの中でも特別扱いしてるけど。でもそうか、それでレニーは戸惑ってるんだな。だからこそいつも一人で全部を背負い込んで、自分一人で問題を解決しようとする。そういうわけじゃ。他人が苦しむ姿を見たくないから自分を犠牲にしてるんだ。私そんなにできた人間じゃないよ。だってそうじゃんか、キンドレーから脱出する時もフレデリックに自分を引き渡してくれって自分から言い出しただろ。でも弟は初めから話の通じる相手じゃなかった。危うくオーロラ号の上で全滅するところだったね。褒めてるんじゃないんだぞ。ああ、何もかも自分で背負い込んで解決しようとするのはやめた方がいい。てんてん。俺たちは神様に近い奴らと戦おうとしてるんだ。協力し合わなきゃ絶対に太刀打ちできない。だって俺たち同じ目標を持ってる人間同士だろ。泣いて笑って、世界を心配して、未来に願いを馳せる。レニーだってクランの一員だし、大切な仲間の一人なんだよ。俺たちにも手を貸させてくれよ。力を合わせればどんな壁だって壊せるはずだ。そんなことよりでも私来い。みんな死んじゃって私だけ生き残るなんてことになったら。その心配もよくわかるよ、サスケ。過去の俺は結婚して子供もいたみたいだ。ああ、でも俺は子供たちを残したままこの世を去ってしまった。でも奥さんに出会って子供ができて、そこには確かに幸せがあった。なんか嫌やな、過去のそういうなんか俺大人やったよ話みたいな、なんかえ、俺なんか都合のいい時にお前前世の大人出してきたり、都合のなんかまたいい時にはグレンの格好をしたりとか、なんかお前嫌、ちょっと嫌。その出会いがあって別れがあったから今の俺がいる。みんなと同じだろ、俺たちはそうやって生きていくんだよ。ああ、ありがとうグレン。そうだね、大切なことを忘れた。グレンは変態だったね。人は支え合って生きていくのだから。ああ、ええ話しとるんかもしれんけど、なんか嫌俺あいつらなんか嫌。ニーザの入り口に向かう。ニーザの入り口、あれかな、地下んところかな。そこ行ったらじゃあもうラストダンジョンになるっていう感じなんかな。なんか面白い。うわ、すごい回復。お前ってでもオールヒール覚えてたんやんな、確か俺覚えさせた気がする。あ、オールヒール覚えさせてんねんな。そうなってくるとオールヒールせっかく覚えたのに的なところもあるから。何これ、与えるダメージを上昇させる。3ターン後に使用者死亡、5ターンの間属性攻撃耐性25。あ、これいいな。現在の HP に応じたダメージを与える。物理攻撃、基本力は1。 HP が高ければ的な感じか。うわー、最後の方になってちょっとやっぱええの出てくるね。属性耐性かな、でもな。そういうの今まで全然なかったから。
この辺あるのとないのとで全然変わってくるでしょうに。他は、他の人たちの技は。カウンター4ターンの間攻撃回数確率 10%。 対象の3ターンで対象のオイル、ウェット、ドライ、ヘビー状態、敵全体。ああ、悪くないね。攻撃を受けるまで速度を 35% 上昇。あ、すごいやん。俺、そういうの好き。全体攻撃、花の。いやー、いいのばっかり持ってるからな、俺的に。これ外すか。あ、ドラゴンファングもあるんやったな。花の嵐よりドラゴンファングにしとこうか。うーん、難しなってきましたね。弱点 10% 減少。睡眠いいね。今まで睡眠なかったはず。デバフと状態以上の数に対してランダムで 5% のステータスバフ。ちょっとよくわからんけど強そう。でもなんか眠り面白そうやし、眠りにしとく。そうなるとでもどれ外すってなるよね。パワーショット意外と全然使ってなかったし、押しとこうか。ここに来てみんな A のばっかり。5ターンの間すげえ上がる。風と血、こういうの、いや好きなんやけどさ、好きなんやけど、相手に合わせてスキル入れ替えとかなあかんからさ、事前に。このゲームそうなるとちょっと使い勝手が悪く感じるのよな。難しいな。前はいいね。 10% だけか。でもデバフないよりはあった方がいいのか、こういう噂は。アーマーブレイクとかの方がブレイクできるけど、全体下げれるならこっち一発でいけるしみたいな感じ。クレス、自分回復、最大 HP の 10% で対象復活全員ね。3ターンの間対象 HP の 10% で、リレイズの制限ありか。こいつちょっと貯めとこ。お前は 75% の確率で次のターンまで味方の物理ダメージを受け 15% 経験。9ターンの間 25% 多く HP を回復。自分だけ系やねんな、ほとんど。弾薬をすべて抜き、非属性の魔術ダメージを与え、使用者を回復。前も貯めとこ。対象が最も苦手とする属性で魔のダメージ、 TP をすべて消費。ビッグバンみたいなやつある。ビッグバンじゃある、マダンテや。次の3回の魔術攻撃でダメージが 80% 増加。はあ、いやー難しなってきたな。面白そうやけどちょっと貯めとくわ。ボス戦とかでしかみんなねえうまくはまらなさそうなもんばっか持ってるからさ。これでニーザの町、ここが次の進むべき場所。あれか、サイドクエストで地下に降りたところか。はいはいはい。倒れてる。までに一体何があったの？ひどいな。傷を見させてくれ。マデリンさん。メガネのやつよな。本当に門を開けたのか。うー。何が起きたんだ？盗賊の一団が現れて。え？私たちがここに着いた時からつけられていたみたい。結構前やで。私が門を開けた瞬間に力づけで私を押しのけてニーザの内部に侵入してしまった。じゃあ盗賊さん結構長い間どっかでこっそり待機してたよね。盗賊ですって？はーん、嫌な予感はするわね。え、まさかあいつら。ありがとう、もう大丈夫。
ちゃんと休まなきゃダメだ。ああ、もう最悪だ。ニーザへの門を開かれているっていうのに、そこに開かれている謎を自分の手で明かせないなんて。ニーザならまた行く機会もあるって。でも俺たちは急がなくちゃならない。そう、私たちもう行かなきゃ。わかった。中のものやアスナデルには下手に触らないように。大丈夫。あなたが興味を示しそうなものには触らないわ。じゃあね、マデリン。わあ、きっと目を、何いるような大発見。あちらこちら眠ってるんだろうな。うん。またお客さん？おや？教会の人間がこんなところで何の用？教会。ラファエルとか、エヴァとか、あいつらが来たりとか？ほう、ここが伝説の魔術組織ニーザであるか。技師長がよく話していた。ああ、だが随分と様変わりしてしまったな。ちょっと時代を先取りしすぎてたのかしらね。うん。ふう。また何かの記憶がひらめいているのか。いや、これは違う。く。なんだ。どういうことなのである。イギルは毎回リアクションが OK よね。わからない。ちょっと、これってもしかして幽霊？やめてよ。いいわ。さっさと抜けさせてもらいましょう。広い洞窟だし、スカイアーマーを使うこともできそうね。ああ。さあ、行くよ。行くよ。行くよとは。なんか鍵マークみたいなの出てきてる。ワインセラー。なんか今までのマップとは違うのかな。見てください、この美しい噴水。先日完成したばかりなのです。ああ、この辺には学生しか住んでなかった。なんじゃい。普通の村ってわけではないのかい、ここは。あ、こっち行ける？あ、行ける。あ、広。ワインセラー、バザー、公園。俺が向かうべきは？まだ何も書いてないけど。おや？ここでやるべきことは？ガウェインを見つける。うわー、なんかえぐいのも出てくるのね。町探検しつつ、こいつらやっていかなあかん感じか。いや、スカイアーマーで倒すやつや、こいつ。それは先に言うといてよね。あてえな、お前はな。その地面行為結構やべえんだな。回復。あ、でもなんかスカイアーマー戦はもう毎回パズルゲームをやってるような感覚で、どう行動するか決められたパターンで挑めば大体勝てるみたいな感じになってるよね。で、お前のやつやってるよね。正味スカイアーマー戦はそんなにバリエーションがいっぱいあるわけじゃないからちょっと退屈。ここは降りなあかんね。ワインセラーはアイテム、ああやっぱこういうところでもまだええの入ってくるからお金集めてちょっと強化もせなあかんな。銅でできた鍵、ワインセラーに入るには鍵がいるんですね。オッケー。まあ敵うぜ、というかスカイアーマー戦がうぜ。普通の人の状態で行く方がまだ楽しいわ。これで公園、どこじゃい、ここなんか広いな。ここも、あ、ここスカイアーマー乗れへんわ。やけど
鍵を開けるには鍵やっぱ先手に入れなあかんやな。やってたら行き止まりやな。こっちではない。宝箱あるけど、それはあれか、どっか水のエリアを行かないと取れねえやつだな。お前はスカイアーマーじゃなくても倒せるやつよね。こっちでどっかにあるであろう鍵を先に見つけなあかんっぽいよね、やっぱね。ここ入れる？いや、こっちも行けんのか。これは？あ、そう移動する。ってことは？こっちの探索が先か？ああ。一旦ここ宝箱だけ。いや、向こう側やな。上行くのが先っぽいよね。こっちで雑魚戦がめんどくせえんだ。一見スカイアーマー系がまだめっちゃ強なるやん。じゃあやっぱ結構宝箱ちゃんと取ってかなあかんな。鍵がどこにあるのか。ここにちょっと違う鍵マークがあるんですが、今日は一日中次から次へと馬車が街を出ていく。アカデミーの方面から来てるみたい。この辺も、あ、めちゃめちゃ出てくるやん。全員の上位互換が出てくる感じっぽいよね。これはん？ぎ、あ、喋れないもん。銀でできたなんとかとか言ってたよな今な。ちょっと他とは違う感じで、まだまだ来るのね。鍵は？あれ？防寒。お前か。あ、強い。そうじゃなくて。ん？鍵、どこじゃ？先に、ん？ラーララー。どうした？ラーララー。任務の終わりが近いからか。へえ、まさにその通り。なんか隠してるあいつ。クレスも。ああ、めっちゃ歌っとるけど。あれ、とりあえず雑魚を倒しながら進んでいかないとどこも全然入れへんよね。めっちゃなんか集まってるけど。そもそも昔の人はどうしてバランディスにニーザを作ったんでしょうね。知らない。貴族も留学、そういうおしゃべりがあるだけかい。はあ、宝箱。あ、久しぶりに久しぶりに見つけたけど、お金が意外と欲しいやつ。んじゃい、こっち行って右に進むやつやね。どうも。普通のアイテムか。アップグレードしてきてないよな、あっちでな。これはチビか。ここも鍵かい。あ、いや、こっち行けるわ。あー、嘘です、やめて。スカ
カイアーマーで行かなあかんところはスカイアーマーで行くから。ああ、もうちょい探索やね。ここも多分開かへんってことやんな。右上の方に行かなあかんっぽいな。船。シーサイドビレッジ。中ハイレール。宝箱とか？あれ。あるよね。フルーツサラダ。で、さらに奥に進んでいくけど、スカイアーマーの方が安全な気がする。行く。あ、やっぱあいつらなんや。へ、まあどうってことねえんだがな。だがこのお宝を見つけられたのも俺様のおかげってわけだ。ええ、シエナ追ってきて正解でしたぜ兄貴。こんなやつ最後まで来るとはね。だがこんなどこにでもありそうな倉庫にお宝の山が眠ってるなんて誰も思わねえでしょうぜ。大方訳ありの富豪がてめえの金欲しさにどっかで運び出そうとしたんだろ。理由はなんだか知らねえが、これで俺たちも大富豪だ。お、来ました。金でいくら吸ったって、あんたたちの泥の手の泥は落ちやしないわよ。いくらこすったってね。シエナシエナ、まだ生きてたのかよ。感動して吐きそうだぜ。うん、こっちもよ。一つしかない命を捨てに来るなんて感心な女だぜ。逃げんじゃねえぞ。初めて会った時は懐かしいね。逃げる必要なんてあるかしら。悪いけど私たちも力をつけてるの。逃げるのはあんたたちの方だと思うけどね。マデリに乱暴な真似をしてくれたみたいだし、お礼をしてあげたいところだけど、まあ時間があるわけでもないのよね。宝が欲しいなら好きなだけ持っていきな。新しい人生を始めなさいよ。ストーカーを4人退治できたと考えれば、この際私はそれで結構。さすがは紅のリリン、器の大きい大泥棒は言うことが違うね。私は泥棒じゃないっつったでしょ。へっ、俺たちはおとなしく罠にかかってやろうぞ。青2歳じゃねえ。隙をついて後ろから襲いかかるつもりだろ。本当はてめえも宝が欲しいんだ。あ、宝宝。まあ話わかる、あんたたちでもなかったわね。よくわかってるじゃねえか。ってことは、うん、戦闘。アイテムはあいつだけ持ってるけど、誰から倒すべきや。一旦全員暗闇にしておいて、なんとなくあの魔法使い系がうっとしそうな気はするけど、再生。おうおうおお、なんかいろいろやってきよったな。あいつは風に弱い。防御削って一気に行くか。一気に叩いていったろか。風魔法系回復じゃないのか。あー、バフー、出血もさしといて。毒は全員に上乗せしといて。こっからよ、一気にあいつを叩いていこう。前はどうしよう。何が弱点やったっけ。あいつ風か。風はないよね。全体の会心バフ、それは攻撃バフ、それを落とし、おー強ーい。やるじゃない。トルネードやるじゃない。らしくない攻撃してくるじゃない。一旦回復しといて、でチェンジからの単独ヒールからのグレンちゃんがお前らにかかったバフを全部デバフに変えてくれるわ。おいおいおい、いいでしょう。自動回復ぐらい毒でなんとかなるやろかい。全体攻撃やめんかい。でやっぱただの魔法やねんなあいつはな。
まだ毒乗ってるからまだまだ毒広げといて、お前はそろそろなんかあるか。意外と火力というか HP 高いなあいつな。そうなると弱点ついて、前は一旦お休みしておいて、一匹ずつとりあえず叩いていくぞ。出血まだあいつ全然乗ってるから、水が耐性か、うん、この辺で入れとく。800の回復ってことはあいつから倒さなあかんか。800も回復するんじゃちょっと話変わってくるぞ。マジか。でも同じこと多分してきおるよな。まだまだパンデミック異例のやるじゃない。すぐに叩きゃいいだろう。弱点なんでしょ。おい800ぐらいすぐじゃ。であいつが回復できるから、おいオーバーヒート、なんぼのもんじゃい。嘘です、なんぼのもんじゃいじゃないです。ミスりました。ちょっとは治癒ポーション、あやっぱあいつから叩くべきか。ちょっとミスったか。一旦チェンジのしっかりオーバードライブは入れといてや。やめとっけ、そんなことするとチェンジだ。でなんとか攻撃バフ入れーの、オールヒールはおるけど、いやーこれちょっとでも一旦入れなあかんか。オーバードライブが怖すぎるな。あいつ一気に倒してんだけどな。あ、いいよ、あいつが関係ないの入れてくれるのありがたい。攻撃バフ上がった。お前は一旦ちょっとデバフ入れといて、我慢して耐えて、みんな耐えてない、それは困る。おい何してくれとんねん。チェンジ、嘘チェンジじゃなかった、ボケてた、何も見てなかった今。はんはんはん、回復したかったの。ミスったな、かなりミスったな今な。あは、あは、ちょっと変なとこ見てたわ。まったく、やっぱあの回復やろうから削ってかなあかんな。もう逃げるとかないよね、逃げるとかできひんもんね。ああ、許さないあいつ、逃げられない。でもって前覚えたなんか全員回復することできるやつ装備してないわ装備してないわこいつ。何のために覚えてんバカタレ。ということで、うっとしいあの4人組、あいつらをじゃあ再戦するところからまた次回やっていこうかな。意外と時間かかる戦闘、すぐやったるんだから。それでまたよろしくどうぞ。